is Jess Tanahashi. Welcome to my YouTube channel.
パフォーマンスやってます。簡単に言うと東京都の引きを受けて合格したプロのパフォーマーが予約を取ってパフォーマンスします。ただ東京都公認いただいてるのは許可だけです。出演料交通費食費本当に何も出てません。だから最後皆さんに言わせてください。僕たちプロのパフォーマーっていうのは皆さんからのお気持ちをいただいて生活します。ただ本当に気持ちが気持ち的になった場合分かるかな、生きていけないの。38です。あ、年の話です。体温じゃないです。じゃあ行きましょう。ミュージック言うのは捨てたもんけど、ちゃんと言うね。これ最後にやるのはこれね、筒と板と3本のコンボを使ってバランスゲーのジャグリングね。そのためにこの荷物でバイクで来ましたんで頑張ります。 OK。 あとごめん、なんかこの下のゴム板が取れちゃってる。なんだろうこれ、ポルターガイストみたいになってる。じゃあ行きます。2分間でもう一度頑張ります。ごめんね、もう一回やる。イロハスなら簡単ですからね。他でやるとするとすげえ大変だからやめて、倒れるかマジで。テイクショー、ミュージックスタート。本気で頑張ります。メシュオーってよく考えて、今のは縄跳びで誰でも簡単にできます。難しいのはこっちです。ワン、ツー、スリー、発射していいタイミングは今です。もう発射して、セクプリマッチありがとうございます。どんどん行こう。まず最初はコバが下くらい取る節だぞ。その名もエレベーター上まいります。ゴー。これの好き？じゃあエレベーターパート2、なんと今度は登って下って途中で止まります。そんなエレベーター前にためにエレベーターパート3、分かれずに発射を。その名も東京タワーのエレベーターです。分かる、これ伝わる伝わる伝わる。もっとマニアックに紐とステッキの形に注目。名前はお台場名物レインボーブリッジ。最強おまけです。なんと横浜ベイブリッジ。最後なんと瀬戸大、いやめかこれじゃあ名前で人、もっと難しく名前で人です。そのままスティックの上、見た目以上難しいんでお願い、地味でも伝わったら早めの箸を今ください。伝わってますか。いやもっと荒くに、もっと難しく、もっと地味なやつを。今度はなんと指の上です。何がすごいのかよく考えて、指が熱いのを我慢してるよ、気づいて。そして最後連続です。この技で皆さん盛り上がった最後バランスゲーです。言い方変えます。お願い、嘘でもいいからここで盛り上げてください。嘘でもいいから本気で盛り上がって連続です。3、2、1、GO。 発射し、タイミングを片手にキャッチのこの瞬間です。やばい、これ絶好調。もう一回やっていい？日本でも世界でもやっといた極端に少ない超大技あります。コマの向きに注目。今まで全てこの向きでした。傾きます。まさに次元が違う難しさ。伝わってる、この難しさ。国家さんに3つどうぞ。まずは小技、中技、最後超大技。一番ブリッとした最後の構造です。決まったら全員で大手な発射ちょうだい。声を出しながら発射、発射し、タイミングは今です。完璧です。今日じゃあいきましょう。ラストバランスジャリンです。ラストバランスジャリンです。まずは乗ります。あの一つだけ言っていいですか。乗ったよ。そうだ、もうちょっと俺やって、よく考えて、これ最後のバランスゲーって言ってるでしょうね。最後なんでもうちょっと自発にちょうだい。ここから何をとは言わないけど立ち上がるんで何かをよろしく。3、2、1、GO。 さあここから3本のコンボを拾って回します。まずは拾います。3、2、1、GO。
ちょっと今笑った人に聞きたい。これ以外多分拾い方ってないですよね。今度いきますよ。今しかも問題が発生してて気づいてる。3本目がちょっと低いんです。これ2本目は多分問題ないと思います。問題は最後の3本目です。横にも遠いのこれ。ほら見える。今ちょっと低くなったよ。これ中指は届いてます。問題は2本届かないと持ち上がらないですよ。人差し指はギリ届いてないです。取り方ちょっと俺疑問があるんだけど言っていいですか。ここまで来たら渡してもよくない？でも気持ちがすげえ優しい。みんな気づいてる？大人たちは拾おうかなって思った瞬間みんなハハハハって、あの子だけだよ。気を使ってくれたの。ちょっと待って、気を使ってくれたお礼をします。あの実はこういう時にね、こう人前に出てくるのに意外と恥ずかしいんですよ。わかるでしょ大人は。あのね、こういう時に優しいことができた子には俺ね、お土産を用意しております。最初に作りましたこいつです。せっかくなんでこれをお兄ちゃんにプレゼンします。あのこれせっかくなんですけど、これキャラクターみんなわかる？大丈夫？お兄ちゃんこれキャラクター知ってる？知ってる？知らない？大丈夫？今日ねテーマソング見ましたから聞いて。ドギーマンって言います。あの大人の事情でプルートって名前は捨てました。こいつはもう皆さんキャラクター分けて大丈夫だよね。あのね、理由は簡単だよ。あそこの国と揉めたくないって話をしてるよ。じゃあお兄ちゃんに大きな拍手でもう一度お願いします。お兄ちゃんどうもありがとうね。これから困ってきて助けてくれてね、よろしくお願いします。優しいことでございました。そして実は最後やる前に皆さん一つ謝ります。実は嘘を一個だけつきました。最後のバランスゲーこれやりますって言いましたよね。嘘です。もっとすごいのやります。僕は大道芸始めて19年目です。この技は初めて2年目の時にもうショーでやったわけです。今からのは19年だった。今の原型をちゃんとやります。本気の技をちゃんとやります。でやる前に皆さん3つお願いです。1つ目はちょっと隙間だけ最後埋めてください。一歩でも空いてたらその距離を埋めてください。そうそう全然空気が変わるんでお願いします。そしてあと2つお知らせ。1つ目は僕の名前です。僕の名前ソブキって言います。 My name is パフォーマーソブキ。 OK ソブキよろしくお願いします。この名前で検索するとすぐに Twitter とか出てくるんで、楽しかった方コメントちょうだい。そしたら俺はマジで喜びます。ちなみにコメントに関しては全部 Twitter に関しては全部コメント返します。これマジでやってる活動なんでよろしく。で名前が覚えづらい方はローマ字でローマ